されました。そこで、さっきの二次補正の際に、与野党の合意の中で10兆円の予備費のうち5兆円についてはあらかじめ使途を定めると同時にこれを実際使用する際には適時適切に国会に報告をするという取り決めが与野党側でなされました。これを受けて、今日、午前中に予備費の使用決定がなされたことを受けて政府側から予備費使用の内容についての報告があり、これを受け、質疑を行ったところであります。先方からの説明としては、予備費の使用に関しては、もちろん紙を今配りますけども、持続化給付金の対応強化で9150億円、厚生労働省所管の個人向け緊急小口資金の特例借金の対応強化で1777億円、最後に厚生労働省所管ですが、入国者に対する検疫体制の強化で330億円、合わせて1兆1257億円の予備費の支出を行うということの決定の報告がありました。引き続いて、質疑がありまして、確認事項は、これらを柱に進んだわけですけれども、まず持続化補助金に関しては、7月29日現在で、申請が302万件、支給になったのが284万件となっている。予算としては3.7 兆円がすでに支出されておって、1次、2次を合わせてあと多分5000億円ぐらいしか余裕がないんですね。でこれが尽きる可能性があるということで、年末までに追加で80万社程度をカバーできる予算として9150億円の予備費を措置したということだそうです。申請の状況としては、5月中には大体1日あたり6万件の申請が来てたのが、最近では1日あたりかなり落ち着いてきていて、1万件とか、少ない時には5000件とかになってきているので、これでいけると思いますでした。緊急小口資金については、7月25日現在で申請件数としては83万件を超える申請件数が来ておりですね。今これはストックの残額があるんですけど、ストックの残額はですね、400億円ぐらいの残額があって、これだけでなかなか行くのが厳しくて、おそらく週に200億円ぐらい出ていくでしょう。週に200億円ぐらいで弱ぐらい、200億円弱ぐらい今出ていくと思われるので、11週分を勘案して、で先ほどの400億円の残額、これたまりがけで、お金を貸して帰ってきて、貸して帰ってきてということでやってるんで、ある程度のプール資金があるんですよ、政府ならね。その残額が400億円あって、これで今回1777億円足して、で、毎週200億円弱の支給があるということで、11週、9月の末までこれで持つかなということで、措置をしているということで、ありました。それで、約35万件を想定しているということです。で最後は入国するときの PCR 検査およびその時ホテルに一定程度泊まりおいていただかなきゃならないんですけども、それらに対する資金が足りなくなってきているということで3330億円でありました。でそれから持続化給付金に関して戻りますと、これ今日の報道で二次補正についてはサービスデザイン推進協議会連休キャンプは今日してて、デロイトが二次補正に関しては事務体制を多く、入札に応じたという報道がありました。ところがこれ持続化補助金のこれまでの、お金の出方を見てもらうと、さっき申し上げたように今までもうすでに 3.7 兆円出てます。これは一次補正分は党に使い果たして、
二次補正分も 1.5 兆円ほどもすでに使ってます。でこれがもうそろそろ使い切ろうとされている。あれと、二次補正のお金も使ってるじゃねえか、なんでそれなのに二次補正の事務体制に関してはサービスデザイン推進協議会電通ではありませんよ、デロイトですよ、なんてそんな説明してるのかということを問いただしました。そうすると正確な説明としては、一次補正で措置した事務費、いわゆる769億円、あの問題になった769億円ですね、これで今走れるだけ走ってます。サービスデザイン推進協議会電通に走ってもらってます。走れるだけ走って、これが尽きたところで、これが尽きたところで、その次はあの二次補正からの事務費、これ二次補正で850億円措置されてますけども、そっちに移行するということでデロイトに移行すると、まあ、すなわち769億円はすっかりサービスデザイン推進協議会電通に使わせると、そのための仕組みだということがよく分かりました。まあ、あの総理はあのこの委託費は生産ベースで払います。委託された相手からこれだけ必要でした、必要がその申請があってそれに対して払うから無駄になることはありません、余計に使われることはありませんと言ってましたけども、まあ、結局は769億円使えるだけ使うという仕組みになっているというのはよく分かりましたので、まあ、あくまでもそのサービスデザイン推進協議会電通グループに全て丸投げするという体制、全て使い切るという体制に変わりなんだと、私の方から絶対に予算の無駄遣いをしさせないようにというふうに釘を刺しておきました。ちなみに当時総理も経産大臣も中間検査というのをやるので間違った使い方をされないようにしますというふうに言ってましたが、中間検査というのはまだ始まってないそうです。つまりサービスデザイン推進協議会電通の執行状況に関する中間検査をすると言ったけど、それも行われないということでありました。それからあと小口資金に関してですね、これ以前は申請に行ってもかなり待たされる、申請してもものすごい時間待たされてしかお金出てこない、まあ、こういった問題が指摘されていました。この点を問いましたところ、最近においては郵送での申請を可としたので、それをもって、1週間での申請で、急ぐ場合には2、3日での申請も可とする方向でやっているので、かなりこれは迅速化されているなという感じがしました。それから医療のところは変なんですけど、で私の方から雇用金です、雇用調整助成金、雇用調整助成金に関して質問しまして、まあ、雇用調整助成金9月末までの特例措置となっています。で補正予算措置もされているんですけども、今報道上でも9月末の、期限をさらに延ばそうという検討状況であるというふうに聞いています。でこれはあの事業者の皆さんも申請しなきゃならないんで、そろそろ決めなきゃならないと確かなんですね。で私から聞いたのは、9月末を延長するとなった場合には、これもまた、予備費の支出が必要になってくるのか、仕組みとして必要になってくるのかということを問いました。ところ、政府からの答えは、ご案内のように雇用調整助成金の今回の特例措置に関しては、いわゆる厚生労働省の労働特会で支弁している通常ベースの部分と、あと特例として労働特会に入ってらっしゃらないよ、つまり短時間労働、派遣等々の短時間労働、雇用保険に入っていらっしゃらない方々に対しても特別な措置をしています。でこの特別な措置に関してはですね、一般会計で措置してますので、労働特会からはお金出せないんです。でこの辺も問いただしましたところ、まあ、仕組みとして、これら特例措置を9月末からさらに延ばすとすると、まあ、必然的に労働特会で回すというのはできなくて、一般会計からのお金も出ていかざるを得ないんで、当然予備費の支出も必要になってくるというのが明らかになりました。ですから、まあ、今回第1弾の予備費の支出としてこういう形になりましたけれども、遠からず9月末を一つ目としてもう一回予備の支出があるということがかなり濃厚になってきたということが分かると思います。まあ、加えて言えば、先ほどの小口資金も9月末までの11週の措置ということですので、
小口資金も絶対にこれ足りなくなると思うんで、これらも含めるとまた9月のどっかのタイミングでは、予備費のこの使用が出てくるんだなということが強く推測されました。最後に私の方からですね、現下の状況で、コロナ対策全般に関してお盆の規制に関して政府と地方の発信が全然違う、混乱招いてるんじゃないか、どういう考えなのか、それから法改正に関してもいろんなことをいろんな大臣が言ったりしているのはどういうことなのかということを問いましたところ、お盆に関するスタンスに関しては分科会を今長時間開催しているけども、一律には自粛は求めないという方針でいきたいということでしたし、法改正に関しては担当者レベルでは答えられません、こういった答えがありましたので、政府どうなっているのかなと、つまり政府担当者で積み上げの議論が行われていないんだろうかという気すらしました。で、合わせてこの全国的な感染状況に関して GoTo トラベルに関して、GoTo トラベルの結果ですね、感染が広がっているという事実が出てきているんじゃないかと、登録業者、登録旅館のところで、感染が広がっているという事実が出てきているんじゃないかと、少なくとも福井県の6名の方々が石垣島に旅行されて、感染されたと、石垣島のあのホテルの親会社は登録事業者であったことがもう明らかになっているんですけども、これがかなり明らかになってきているんじゃないかということを問うたところ、現在、業者から、観光庁からの答えは、業者から、報告を上げてくれということを通知しておって、逐次、情報が上がってきていますと。で、いろんな情報が上がってきていて、どのくらい対応が必要なものかというのを見極めなきゃならないということでした。対応が十分ないとなれば、登録を発出することになっているんですけれども、これを聞くに、すなわち、陽性者が出ていると思われるところがその石垣島のホテルだけではない可能性がかなりあるのではないかというふうに推察されました。それから本当に感染防止措置をしっかりホテル等々がやっているか、立ち入り検査をするというふうに言われてたので、本当にそんなこと誰がやってるのということを聞いたところ、国土交通省の地方支部局があります。地方支部局の皆さんが先日と今日でいくつかの施設に関して立ち入り調査をしていますということで、いくつかということだったので、そんなに多い数ではないんだろうなというのが、かなり推測されたということであります。最後に閉じるにあたって、私の方から、今回の理事懇極めて重要な予備費使用に関する理事懇なので、過去の前例を外してこの理事懇での説明を、委員会と同じく公開でやってくれという要請を前からしておりました。これは与党側から跳ねられています。過去の前例からするとダメだということで跳ねられているので、引き続きこの要望は今後ともしていきたいと思います。さらに集中審議、9月上旬という日程だけが今浮かび上がっていますけれども、総理出席の集中審議に関しても、ぜひ実現しなければならない。特に総理の顔が見えない、感染状況がこれだけ広がっているにもかかわらず総理の顔が見えない、総理が隠れているこういう状況なんで、あってはならない、総理が出てきて集中審議しなきゃならんということを重ねて申し上げました。先方はこれを持ち帰るという答えで、私から言う藤野さんからお聞きください。今回そもそもですね、なぜこの3つなのかと、それ以外はどうなのかということを聞いたんですが、初めの説明で矢野市政局長からは予算の不足が見込まれる3つの事業という言い方で、今回はこれなんだという説明でした。で、こちらからは PCR 検査の拡充ということが、言われていることや、あるいは今日新聞でも報じられていましたけど、医療機関の減収、これはもうすでに支援金がですね、重点医療機関等々について予算設置されているんですが、具体的にどこまで指定されているのかとか、あるいはいつまでに届く見込みなのかということを聞いたんですけれども、担当者は、そこはまだ、今の時点で分からないという説明でした。
実際は6月19日に事務連絡を出しているわけですけど、もうあの2ヶ月近く経っているのに、まだ、指定すらされていない件というのが多数に上っているわけで、これはあの実態をですね、しっかりと、聞かなければならないと思います。あと、もう一点、あの災害について、あの7月の段階では、安倍総理自身が4000億というふうに言ってた、問題ですけど、実際は1000億だということでした。すでに当初予算ですかね、予備費で、については、まあ、こちらをしたというふうに言われました。で、私からも、あの総理出席の予算委員会の周知をし、それを十分な時間を取って行うように提示しました。はい、何かありますか。大西さんに伺ったんですけど、ちょっと改めてなんですけれども、まあ、今回その理事懇という場で先ほど、まあ、非公開の場での説明だったと思うんですけれども、その非公開の場での説明というのは十分かどうかという認識と、そのこの説明を委員会と同じく公開ですべきだという趣旨は、その委員会を開いてやるべきだということなのか、それともその理事懇というのは公開すべきなのかという、ちょっとそこについて教えてください。はい、まあ、あの委員会を開けてもなかなか交渉ですから、うまくいかないでしょうから、まあ、国会に報告するという形でこの理事懇を開いているわけですけれども、まあ、非常に重要な予備費の使用に関することなので、まあ、せめて情報が広く知られるように公開した方がいいんじゃないのかと、特に今政府は総理自身が雲隠れするような状況だと言われてて、説明責任を感染拡大状況であるにも変わらずしてないと言われている中なんで、より積極的に公開してやった方がいいんじゃないかという、私としては親切心も含めて言っているつもりなんですけども、断られたというのは非常に残念ですね。はい、本日質問したいんですけども、6月末で決めるようなものというのは有事とかあるんですけども、その点で予備費の必要じゃなくて産業規制を組むとか、そういうお考えは政府からなかったのか、あるいは先生方から産業規制を組む考えがないのかとか、私が誰かというのがしたのか、関係があります。はい、まあ、私たちの方から産業規制のことは言ってはいませんが、まあ、先方はその産業規制はおろか、その次の予備費に関する説明に関しても、まあ、極めて滴らずというか、まあ、慎重な答弁に決してたという感じです。ただ、先ほど言って申し上げたように、雇用調整助成金に関して、9月末から延長すれば、仕組みとして、一般会計の予算に関しては、予備費から支弁しないと、そういう出どころがないということ、この辺も答弁をすごい渋ってたんですけど、詰めて聞くと、まあ、仕組みとしてそういうことだということなので、まあ、明らかに9月末から延長すれば、予備費が必要になることが明らかです。でまあ緊急工事も9月末まではっきり言ってましたから、お大変なという予備費というふうになると、まあ、だからできるだけ予備費で、まあ、しかも予備費のこともあんまり言いたくないけども、まあ、できるだけ予備費で、逃げ切りたいというような思惑が透けて見えてしまいます。維新党新聞の川口と申します。先ほどの関連の質問ですが、政府は、与党はなぜ公開の場でこの説明を しようとしないのか分析をお願いしたいのと、あとこの段階で理事懇に野党が応じたことで、まあ、国会に説明したという既成事実を作られてしまう恐れもあると思うんですけれども、まあ、理事懇に応じた判断というのを、はい、まあ、理事懇を公開せよというのがもともとは難しい要求であるのをよく私たちは分かっています。ただ新型コロナの状況という極めて特異な状況であるがゆえに、でかつ政府が今安倍総理も含めて、きちんとした説明をしていないというふうに、みんなが見ている中なので、あえてもう異例中の異例ではあるけども、そうしたらどうかということをこちらから申し上げております。ただだからといって、出ていかないというわけにもいかない案件なので出ていきます。さらにこの外に向けて政府から説明せよということに関して言うと、これから閉会中審査も行われますし、かつ予算委員会においては集中審議、総理入りを求めてますので、こういったところにそのエネルギーもぶつけていきたいというふうに思います。前回の衆議院予算委員会の場合は、予算委員会では財務大臣が出るものなんですけども、財務大臣が出ないという極めて異例な形だったんですね。しかし
してその後、いわゆる財政演説で麻生財務大臣自身が、予備費用について適時適切に国会に報告すると言ってるわけで、まあ、予算委員会集中求めたわけですけど、前回のような、少なくとも財務大臣になるということのような形ではなくて、しっかりと、総理はじめですね、関係大臣に出てきていただいて、しっかりとした審議を行いたいということを求めました。はい、5兆円 の、 その使い道で大きかったのは、地方の医療衛生の、はい、支援というのがかなり大きな金額をされていたはずですけど、ね、なんかここに出てないねということは、やってないということは、やるとかないのかな。いや、私も医療のことを聞いたんですけども、いわゆる5兆円で言えば、まず1つ目が1兆円で5兆雇用調整助成金など雇用維持や生活支援の関係から1兆円、2つ目が持続化給付金や家賃支援給付金など事業継続の観点から2兆円程度で、3つ目に地方向け医療、介護等の交付金など医療提供体制等の観点から2兆円程度が必要なのではないかと考えているというふうに、麻生財務大臣自身が述べています。で、今回はそのうち持続化給付金と、いわゆる丸めの持続化給付金と、そしてまあ生活支援の緊急小口で、あと検査っていうのが入ってると思うんですけど、だからちょびちょびちょびと言いますか、その本当に必要にされてる部分っていうのが本当に今回もでされてるのかっていうのは私たちは大変問題だと思っていて、だから冒頭あった予算の不足が見込まれるっていうものの考え方がかなり狭めにとっているなという思いました。で、こういう調整助成金も9月末に一応期限なんですけど、その1ヶ月前の8月末にはもう判断しておかないと、経営者の方もそのどうするか判断できないというのをいただいているので、だからそういう意味ではもう8月末という点ではまさに予算の不足が見込まれるんじゃないかというふうに聞いたんですけども、それについては、先ほど審議があったように仕組みの話としてね、ということは、まあ、考えると。あるいは矢野主計局長は、私どももいろいろ聞いていると、アンテナを高くしているが、当座はこの位置だという言い方にしておりまして、まあ、仕組みだなという感じですね。まあ、藤野理事長さんが今日報道にあったような、重点医療機関に対する交付、まあ、これは第二補選局のある意味、大きな項目だったんですね。コロナで疲弊する重点医療機関に対して手当をつけました、第一次補正とは違うんです、こういうふうに言ったんだけども、ああいう報道が出てもこの点に関してはまだ手元に情報がないという訴えだったんですね、うん、まあ、非常にこのぬるいなって感じしましたね。出席者で主だった説明をされたら、後ほど加えますね。持続化給付金に関しては中小企業庁の持続事業環境部長で、小口資金に関しては、厚労省の生活援護局長ですね、が主な出席者でした。補助金に関しては財務省が中心に答えしていました。それからあと新型コロナ対策全般に関しては、新型コロナ対策室の坂本審議官ですね、それからあと GoTo に関しては、官房長の部長村田部長、地域振興部長が、これは紙配ります、うん、これまでですね、首相が大臣の説明と今回の日本で政府が説明したことに、いくつか総合が進んでいて、まあ、首相はですね、なかなかその国会に出席しようとしていない、こうした状況で出席しようとしない人について、改めて言えるんですね。そうですね。まあ大きく論点になった持続化給付金なんていうのは、結局さっき言ったようにその持続化給付金は自己申請してもらいますから、そこでチェックしますから無駄なんかないんですと言ってたにもかかわらず、結局769億円の第一次補正の事務費を使い切るところまで使い切らして、
まあ、それ以降のところ足りないから第二次補正の事務費に移ると、で新しい業者さんも今公募していると言ってたことが全然違いますね。でそれとあのサービスデザイン推進協議会電通グループに対しては中間検査というのをやってちゃんと執行状況をちゃんと確認するからと言ったけど、それはもう5月の段階から言ったにもかかわらずまだ着手もしてないということがよく分かる。こういう点からすると、まあ、あのこういう非常に大きな論点になったことであるにもかかわらず、あの全然やることやってないじゃないかと、しかも嘘の説明みたいなもんじゃないかというふうなことなんで、改めて閉会中審査や予算委員会の集中審議などを求めて、責任ある大臣、責任ある総理からどうぞ求めてくれないかなというふうに思います。今回あの入国者に対する検疫体制を強化するということですね。330人ということですが、いや国内で PCR 検査をしっかりやってくれという声がものすごく起きているわけで、そこについては全く手がけがないというのもやはり問題だし、まあ、口ではというか当然ではやりますやりますとか拡大しますというのですけども、こういうところに出てこないということはやっぱり違うな。よろしくお願いします。確認します。あの予算委員会の集中というのは、うん、そのいわゆる9月上旬にも行われるやつを総理出席での集中ということということで求めたという、まあ、9月上旬というところまで、国対委員長官で頭を下げている、でその持ち方に関しては私たちは総理出席のフルの集中審議だとこう言っていて、まあ、先方方からはそのままでもないという今日も言ったけど持ち帰りますと言われる、こういう状況です。総理関連して、改めて今日の説明を受けて、総理、いわゆる関係財務大臣とか、関係大臣に出席しての集中審議というのが必要性が高まったと。そうですね。そうですね。あの一時補正、予備費の使用に関して、先ほど言われたように、その医療体制に関してね、これだけ感染状況が厳しくなってきている中で、医療とかもう少し出てくるの、PCR とかもう少し出てくるのかなと思ったら、あのその面は全くカバーされてないわけですよね。一体、現下の状況を踏まえてどうするんだと。いうこと、まあ、お盆のことは聞きましたけれども、全体像をどうするんだということに関する説明がなかった。でかつ、まあ、全体像の話もしようとすると、与党側どうも、いや、今回の場は、あの今回のこの議事懇の場は、予備費の使用に関することであって、全体のことは関係ないから、あんまり質問しないでみたいなことを発言するあの理事の方がいらっしゃったりしてね、ちょっと違うんじゃないかと。であれば、それの予算委員会をきちんと開こうと、より強まったと思います。はい、よろしいですか。はい、お願いします。